里崎チャンネル。さあ皆さんこんにちは、ニュース S のお時間です。今日はですね、 ZOZO マリンスタジアムにロッテ対オリックスの試合に来てますけど、現在夕方の4時30分前です。試合前の里崎チェックということで、今日スターティングオーダーにロッテ、レアード選手、そしてマーティン選手、外国人選手が外れました。その中で準国産オーダーでどうなるかっていうところで、前回のですね、おさらいをしたいと思いますけども、前回ロッテ戦アルバース投手完全に抑えられましたけど、アルバース投手の内訳はこの通りですね。右バッターには 27% がインコース、アウトコースは 73%、 左バッターにはこういう風な数字が並んでいるわけですけども、まあ、その中でやっぱり右バッターですね、何気にインコース多いのかなと思うと、やっぱアウトコースのツーシーム系が結構多いんですよね。このアウトコースのツーシーム系、ね、インコースを意識させるとアウトコースのツーシームも多くなるし、アウトコースを意識させるとインコースが多くなるっていうところで、どっちつかずにならないように、特に荻野選手はアウトコースが多め、清田選手、田村選手はインコース多めで攻められた前回、今日はどういう展開になるのかっていうところで、まあ、僕個人的に言うと、もうアウトコースの球が結構多いんで、ツーシーム系に絞ってセンターから反対方向に右バッターを狙った方がいいのかなと。それを見てキャッチャー若月選手がどういうリードをしてくるのかっていうのが試合前注目ですよね。逆に左バッターは半々で攻めますけど、ツーストライク追い込まれるとアウトコースのストレートスライダーの出し入りが結構多くなってます。前回の投球、そこで左バッターは早いカウントでインコースを攻められて、追い込んでからアウトコースを攻められる、もしくはアウトコースから入ると勝負球インコースになるっていう、入りと勝負球が逆転するような配球に見えます。その中でマリーンズの左バッター、鈴木大地選手など左バッターがどう対応してくるのかっていうところが注目ですね。逆にオリックス、前回日本ハム戦の佐々木投手、8月15日からの登板間隔が空きましたけど、その中で注目はこの右投手、インコース 3% しか投げてません。その1球もシンカーだけです、まあ、逆球なんかもありますけども、基本的に右バッターはアウトコースのストレートスライダーの出し入れで勝負してきてます。その中で右バッターがどういう風に捉えていくのか、ね、ロメロ選手どういう風に捉えるのか、逆に左も外が多めです。インコースはほぼストレート、アウトコースにストレートシンカーの出し入れです。インコースを意識させてのアウトコース勝負でも、基本はアウトコースの出し入れになるんで、まあ、吉田選手やモヤ選手、福田選手などアウトコースのストレートシンカーの出し入れを対応できるかどうか、まあ、昨日の一戦を見ててもですね、この2チームの戦い、もう点取った方が勝つっていうね、打撃戦に持っていかなきゃいけないのかなっていう感じもします。情報によるとですね、佐々木投手は早いイニングで降板するというような、中村選手とセットで投げていくような話も聞きます。その中でオリックスは、まあ、2巡目ぐらいで佐々木投手を打ち崩せるか、逆にマリーンズはアルバース投手を長いイニング投げさせないように、基本的にはしっかり内外の統計が出てます。その中で自分がどういう風に絞っていくのかっていうところ注目ですよね。今現在5時30分です。もうプレーボールまで30分切っております。その中でどういう風な感じで勝つのか、昨日の勢いをもとにオリックスが連勝するのか、ロッテはシークライマックスシーズン出るために連敗だけは避けたいっていう今日の一戦どうなるのか、これから解説に行ってきますということでですね、まあ、約3時間半後終わった後どういう展開になっているのかお楽しみに。それでは解説行ってきます。ロッテ対オリックスの試合をここまで見てきましたけども、皆さんどうですか、試合ご覧になられましたか。結果はですね、2対1で、まあ、オリックスが勝利と、まあ、昨日からのロッテ戦2連勝という結果になってきましたけども、まあ、試合前に、佐々木投手、アルバス投手の投球傾向による、配球パターンを皆さんにお伝えしましたけど、今日の両打線どうだったかっていうところをね、振り返りながら今日のロッテ対オリックス戦を佐々木が解説していきたいと思います。ということでですね、今日まあ全体的にですね、オリックス打線は早いカウントでは引っ張ってくる傾向がありましたし、追い込まれてから反対方向意識っていうところが強かったですけども、まあ、そこはキャッチャーの田村がですね、
いい形で相手バッターの対応をしっかり見極めれてたなっていうイメージがあります。まあ、その中でも早いカウントはシンカー系を多め、そして追い込んだらストレート系にシフトして、まあ、しっかり佐々木千早をコントロールしてきたからかなっていうところもありますし、オリックス打線はですね、前半この佐々木千早のシンカーに全く対応できず空振り、そしてボンダっていうところが、まあ、多かったかなっていうところもあります。まあ、4回まではですね、ノーヒットで、まあ、進むわけですけども、前半戦はですね、まあ、佐々木千早の術中にはまりながら、オリックス打線が全く対応できなかった、まあ、そこは田村がしっかりリードできたかなっていうところの、投球術ありましたね。逆にアルバースどうだったかっていうと、まあ、初回ですね、まあ、全体的に早いカウント、まあ、ロッテもですね、アルバース対策を結構考えてきたなと、インコース系を意識せずに、まあ、反対方向を意識したバッティングっていう、まあ、センターからライト方向を狙って、もしくは左バッターセンターからレフトを狙ってっていうように引っ張りにかからないで反対方向を意識してたかなっていうような、まあ、あのバッティングスタイルに見えましたね。まあ、その中で1打席目、まあ、2番の鈴木大地がですね、追い込まれながら反対方向に、まあ、レフトね、しっかり引きつけてヒットを打って、まあ、その後もですね、まあ、インコースのストレート系にあんまり見向きもせずに最後ね、反対方向へ中村がヒットというところでですね、4番井上までに、まあ、つなげたんですけども、ここで 3-2 のフルカウントからインコース村本ね、アルバースしっかり投げ切りましたけど、そこをサードファールフライト、あそこで犠牲フライ1点取っときたかったなっていうところの初回の攻防の中での1点取れなかったっていうところがね、結局大引いたかなっていう、まあ、ところがあります。そしてですね、まあ、なんといっても得点機会の、まあ、5回ですね、まあ、もやがですね、ワンボールツーストライクと追い込んでからですね、まあ、ここでストレート系がね、全体的にタイミングが合ってないなっていう判断のもと、田村がインコースで勝負したいというところでしたけど、それが甘めに入って、まあ、ライト前にね、ツーベースっていうところで、まあ、ここで一気にノーアウトのランナー出して、まあ、次のバッター小島がですね、まあ、あのバントするのかなと思いきや、まあ、進塁打ね、まあ、打っていきたいとっていうところで、まあ、いい形でシンカーをツーストライク追い込んだと、もうここは低めのシンカーでいけば進塁打を打たせないよっていうところで、ツーナッシングからストライクゾーンにシンカーを投げてしまって、そこ進塁打を打たれてしまうっていうところで、このモヤに対してもこの小島に対してもバッティング有利なカウントで甘めに投げてしまったっていうところは、このチャンスを拡大してしまったかなと。せっかくいい投球している中でやっぱりカウントによってしっかり投げ分けたかったなっていうところもあります。そしてまあワンアウト三塁のチャンスの中で宗選手がまあ、初球に入ったシンカーの甘めのところを、まあ、狙ってたわけではないと思うんですけど、しっかりタイミングを合わせて、まあ、初球しっかり振り切って一発で仕留めるっていうところの、このワンチャンスをものにした5回までのこの得点力っていうところでね、まあ、オリックスに序盤流れが来たかなっていうところがあります。そして、まあ、6回裏にですね、今度はチャンスが来た中でですけども、まあ、井上選手に当たってですね、まあ、今日のアルバース投手の投球術を見てると、まあ、アウトコースでカウント取るとインコース勝負、インコースでカウント取るとアウトコース勝負っていう傾向結構あったかなと思います。まあ、それは前回までの流れとほぼ変わらずっていうところはありますけど、まあ、もちろんね、それで、まあ、マリーンズに対して抑えてるっていうところで、まあ、無理に変える必要ないなっていうところの投球パターンだったと思いますけども、まあ、6回井上選手の打席でですね、外外外でしっかり追い込んで最後一発インコースで勝負きたと思ったところで、若干甘く入ってね、そこを打っていったんですけども、打球上がりすぎましたね。今日の ZOZO マリンバックスクリーンから一塁方向に6メートルの風が吹いてましたけど、この風が吹くと打球が上がった時に、まあ、センターからレフトは全く飛ばないんですよね。まあ、風が吹いてなかったら不三塁っていうのも考えられましたけど、まあ、風が吹いていたがために、まあ、押し戻されて、まあ、センターフライになってしまったっていうところね、今日は若干マリーンズにおいて風も味方につけれなかったなっていうところもあります。まあ、その中でですね、まあ、今日のポイントは、まあ、打席の中で宗選手非常にいい打席を送ったなと。1打席目フォアボール、そして2打席目タイムリーヒットで、3打席目はですね、まあ、あのチャンスですね、しっかり初球でバントを決めるっていうね、まあ、小島選手がフォアボールで出た後ボークでノーアウト2塁になって、まあ、しっかり初球でバントを決める、まあ、この時もですね、まあ、あのランナーセカンドにおいて、まあ、シチュエーションで考えると、まあ、三塁側にした方がいいんですけども、まあ、ファーストの井上選手がチャージが少ないと見たところによって、しっかりファースト側にバントを決めて
送りバントを決めれたっていうところで、まあ、こういったところも、まあ、得点にはつながりませんでしたけど、まあ、打点の流れ的には良くなるかなと。逆にこの7回表、この完璧な得点機に、まあ、得点できなかったオリックス側の、まあ、チャンスを潰したっていう流れの中で、まあ、7回裏にですね、まあ、角中選手が追い込まれながらセカンド内野安打を決めるわけですけども、この時に注目してもらいたいのが、今日、まあ、全体的にそうでしたけども、ランナー1塁においてオリックスの外野の守備陣が結構深めに守るんですよね。この時試合中も思いましたけど、まあ、深めに守りすぎると、まあ、もちろん間を抜けた打球で一塁ランナーがホームに帰ってこれないっていう、まあ、メリットもありますけど、逆に内野の頭を越してしまうと一塁ランナーが三塁に行かれるっていうチャンスを拡大されるデメリットもあるわけですね。まあ、そういうことも考えても、まあ、そこまで下がらなくてもよかったかなっていうようなポジションを取ってですね、まあ、岡選手がアウトコースの球を逆らわずにライトに打った、で外野陣が後ろに下がっている、まあ、ファーストランナーの角中選手は、まあ、悠々と三塁を、まあ、取ったっていうところになりますけど、まあ、ここでワンアウト一三塁で、まあ、田村選手の打席、ファーストモヤ、ね、ピッチャーアルバースって考えた時に、まあ、ファースト側にしっかりバントさえできればセーフティースクイズがもう絶対できる流れ、あと守備能力ではあったわけですね。まあ、その中で、まあ、1回目のセーフティースクイズはファールで失敗、でも続けざまにしっかりセーフティースクイズをして、まあ、ピッチャーとファーストの間に転がして、まあ、その中で、まあ、アルバース選手が、まあ、対応できず、まあ、ファーストで1つアウトっていうところで、まあ、作戦としては完璧でしたし、田村のバントもね、1回はファールで失敗しましたけど、まあ、2度目はきっちり決めたっていうところで、その誰が守っているか、あと守備隊形はどうなのかっていうところをじっくり見た中での、まあ、一発のセーフティースクイズ成功でこれ1点をもぎ取った、まあ、7回表にチャンスを潰したオリックス、その裏に同じようなチャンスでこのセーフティースクイズをものにしたっていうところで、まあ、この1点の攻防、まあ、大きかったかなと。まあ、ここで1対1の同点に追いつくんですけども、まあ、この流れの中、2アウト2塁で、まあ、今日スタメンじゃなかったレアガード選手が打席に立ちましたけども、まあ、近藤投手のストレートに最後は振り負けながら三振でしたけど、若干やっぱりタイミング指導が遅いかなと、タイミング取れてないかなと、調子の悪さが、まあ、目立ってしまいましたね。まあ、明日、ね、スターティングラインナップどうなるかっていうところですけども、まあ、やっぱりレアード選手が復調してこないとマリーンズにとったら攻撃陣、まあ、厳しいかなっていうところもあります。そして8回裏のチャンスっていうところで、まあ、4番の井上選手がそこで決めきれなかったっていうところが、まあ、最後ね9回の足立選手の、最後はね9回の足立選手の、まあ、勝ち越しのホームランっていうところで、まあ、決着がつきましたけども、まあ、全体的にはですね、まあ、攻撃陣マリーンズの方がチャンス多かったかなっていうところがあります。まあ、アルバース対策も実ってですね、チャンスは作ったんですけども、最後の1本が、まあ、出なかったっていうところもありますし、逆にオリックスは、まあ、少ないチャンスの中そこで粘り強くしっかりものにできたっていうところで、まあ、結局2対1と、現在ですね、日本ハムは楽天に負けてます。そして、ソフトバンクは西武に負けてるんで、まあ、1位が、ね、ゲーム差なしっていうところと、まあ、今日でオリックスが、まあ、このまま日本ハムが負ければ最下位脱出っていうところですけども、まあ、パ・リーグまだまだ面白いですね。まだ20試合今日ありますから、今後どういう展開になってくるのか、若干2位と3位以下が離されてるんで、この3位以下4チームでクライマックスシリーズ争い、どこが生き残るのか、まあ、明日ねオリックスが勝てば、マリーンズにゲーム差で並ぶっていうところもありますし、明日の試合も非常に楽しみですね。ということでですね、まあ、今日の一戦 MVP を発表したいと思います。里崎的 MVP はドン、オリックスの小島選手と若月選手です。まあ、なぜ小島選手かっていうとですね、まあ、5回に得点を挙げたシーンでですけどもね、まあ、モヤ選手がツーベース打って二塁になってツーストライクと追い込まれながら、そこでしっかり進塁打が打てたっていうあのバッティング大きいですね。その後の宗選手にタイムリーにつながったのも、あそこ追い込まれながらもツーナッシングからしっかりセカンドゴロ進塁打打てるっていうところが1点に結びついたので、まあ、僕はそういった、まあ、記録には残らないですけども、非常にいいつなぎのバッティングできたなと思います。あと若月選手は、まあ、今日9安打打たれながら、まあ、フォアボールはゼロっていうところでね、ピッチャー陣をしっかりリードしてきましたし、まあ、9安打は打たれましたけども、まあ、ピンチが多い中しっかりそこで相手に的を絞らせず、得点を、まあ、与えなかった、まあ、セーフティースクイズの1点だけでしのぎ切ったというところが、まあ、この最初、得点の中で、まあ、2対1で勝ち得たというところもあるんで、
まあ、アルバス投手から、まあ、ディクソン投手までのしっかりとした、まあ、系統をねしっかり打ち立てて、その中でしっかりマリノ打線を抑え込めたっていう若月選手の、まあ、リードも評価したいと思います。ということで今日の MVP は小島選手と若月選手でした。明日先発はロッテ種市、オリックス竹安となってます。前回完封でマリーンズはやられてます。その中で、まあ、今日アルバー対策、まあ、取ってはいましたけど結果として結びつかなかった明日竹安対策どう打って出るか、明日の試合にも注目したいと思います。明日マリーンズとオリックスがゲーム差なしで並ぶのか、もしくはゲーム差を広げるのか、3位のチームはどうなるのか、首位のチームはどうなるのか、熱いパリーグの混戦まだまだ続きます。お楽しみに。ということで以上ニュース佐藤がお送りしました。